粋な即発ボンネット真摯に淑女のいでたちは上目は飾って立派だが政治の思想が欠乏だ。あ、天地の真理がわからない。あ、心に自由の種をまけ、それおっぺけべっおっぺけべっおっぺけべっおべっおっぽという具合でございます。そのおっぺけべのところを皆さんと一緒に、やっていただきたいと思うんですが、ちょっと一回練習をしてみましょうね。それおっぺけべっね、はい、それおっぺけべっおっぺけべっペケペッポペッポッポ。はい、一発出てきました。さすがでございます。もう明日からですね、ぜひ街頭に立って皆さん大きな声で皆さんにね、話をしていただきたいというふうに思います。消費税のオッペケペイのせいか。オッペケペというのはダメだというね、意味合いですから、今日は特別のこういうのを作ってまいりました。ねえ、原発、大井原発、これもどさくさに紛れて国民のためだと言いながら、ねえ、国民 98% の庶民のためではない 2% の大金持ち、電力会社、それに連なる連中たちのためにやったという再開を決めたと、ね、それも3号機、4号機2台を一挙に動かす。その後それに流れ込んで伊方原発も再開しようという動きが見えております。合わせて皆さんと一緒に反対をしたいと思います。いいですか、ちょっとこれ台を椅子を持っていただきます。はいはい、はい、電子名簿のやつ、はい。はいはい、それでは参りますね。原発再開と言いましたら、おっぺけべ、ね、その次をまた開けますから、順番に読んでいただいて、ね、原発再開、おっぺけべ、はい、ちょっと曲がってますが、アメリカ、はい、アメリカ言いなり、おっぺけべ、はい、はい、言わなかなか、はい。安保条約おっぺけべ、はい、米軍基地もおっぺけべ、はい、オスプレイ配備もおっぺけべ、わかりますね、オスプレイね。西山です。はいはい、はい、憲法改悪おっぺけべ、はい、大阪ハシズムおっぺけべ、はい、これもわかりと思います。異常円高おっぺけべ、はい、 TPP もおっぺけべ、財界べったりおっぺけべ、早いね、財業減税おっぺけべ、下請けいじめはおっぺけべ、庶民いじめはおっぺけべ、営業破壊はおっぺけべ、増税談合おっぺけべ、おっぺけべ、年金改悪おっぺけべ、国保値上げおっぺけべ、政党助成金おっぺけべ、酒飲み停止はおっぺけべ、墓で言うかもおっぺけべ。お母殿下ですか、一生懸命書いておられますが、はい、ということで、ちょっと笑いに入れながらですね、楽しくやっていきたいというふうに思っております。私も明日からですね、自転車に、毎朝自転車で運動をやっておりますが、